皆さんこんにちは、今回からちょっと試しではあるんですけど、おさらいとそして問題を解いてみようということで、ちょっと過去の動画のおさらいをしつつ、最後にちょっと問題を10個ぐらい解いてみましょうということで、問題集みたいな動画を作っております。なので、今回は ④ の調合についてという動画のおさらいと問題を一緒に解いてみましょう。まずおさらいです。そもそも調合っていうのはそのキーを決めるものでしたね。ドレミファソラシド、黒鍵も含めてどの音から弾いてもドレミファソラシドって作ることができるんですけど、それをキーと言いました。でそのキーを設定するのに決まり事がありましたね。まずは調合はシャープ系とフラット系の2つに分かれると。でそれぞれの出し方は、シャープはファドソレラミシ、順番にシャープがつき、一番右のシャープがついた状態の音の半音が主音ルートと言います。となるドレミファソラシドでいうとこのドの音がファドソレラミシの順番についた時の一番右のシャープがついた状態の半音上が主音になります。例えばファドソにシャープがついたらラがルートですね。はい。そしてフラット系はシミラレソドファの順にフラットがつき、フラットが1個だけの時は F メジャーキー、フラットが2個以上なら右から2番目のフラットがついた状態の音が主音です。例えばシミラにフラットがついてたらミのフラットがルートとなります。それぞれラがルートの時は A メジャーキー、そしてこっちの場合は E フラットメジャーキーです。でもう一個マイナーキーの場合はマイナーキーの主音の音から単三度上の音から始まるメジャーキーと同じ調合でした。例えば D マイナーキーは F メジャーキーと同じ調合となります。はい、これが簡単なおさらいです。もう一回説明します。調合を出すときはシャープ系とフラット系があります。シャープ系はファドソレラミシの順番にシャープがついて、一番右のシャープがついた状態の音の半音上が主音です。フラット系はシミラレソドファの順番にフラットがついて、フラットが1個だけの時は F メジャーキー、フラットが2個以上なのであれば右から2番目のフラットがついた状態の音が主音です。はい。でマイナーキーを出すときはマイナーキーのルートの音の単三度上の音から始まるメジャーキーと同じ調合になります。はい、以上の点に注意して問題を解いていきましょう。では問題です。